どうもこんにちは、今回はですねようやくね発表することができるようになったんですけども、新しい商品をね作りました、こちらのね中華鍋です。こちらの中華鍋なんですが、皆さんにとってはねもうおなじみかもしれないんですけども、スケーターさんと一緒に共同開発したものになります。一番最初にですね中華鍋を作りたいというお話をねスケーターさんに持ってったのが去年の4月ぐらいだったのかな。この鍋をね開発するのに大体1年ぐらいかかってしまったので、ようやくね発売開始できるっていうのがすごく嬉しいです。ちょっとね開けてみたいなと思います。このような感じで収納袋がついていて、まず蓋ですね、蓋がありまして、でこれが中華鍋と本体ですね。でここにねもう一個袋があるんですけども、ここの袋の中にですねこんな感じで、持ち手ですね、取り外せる持ち手がついてます。で使うときはですねここがね出っ張りになってます。で持ち手はね逆にここにへこみがありますんで、へこみと出っ張りをですねこう重ねて合わせてこう後ろのねネジを止めていくという感じになります。もうぐるぐる回せばね大丈夫です。でまあこのね鍋の特徴的なところなんですけども、まずね目盛りが内側についてます。まあ、計量しながらですね料理をしたいという方にとっては、まあ、料理しやすい中華鍋なんじゃないかなと思います。で次にですね、まあ、見た目でちょっと分かりやすいかどうかは不明なんですけども、この底の部分がですねある程度平べったいところがあります。底が平べったいので中華鍋ってねゴロゴロ転がっちゃうみたいなことがあったりすると思うんですけども、この中華鍋に関してはですねそういったことがないように設計をしてます。で今回開発したこの中華鍋なんですけども、特徴としてですねまず持ち手が外せる、で次に目盛りがついてる、で一番の特徴としてですね蓋がついてるというところがあります。でこの蓋に関してなんですけども、この蓋は鉄製です。鉄製でこの辺にねちょっとねへこみを設けてるので、こんな感じでですねカパッとはめられるようになってるというのと、このへこみをつけることによってですね、この上に炭を乗せてダッチオーブンのような使い方をすることが可能となってます。で、まあ、今回ね一番こだわったこととしては、アウトドア用途であるということ、キャンプでもガンガン使いたいということで、素材はですね鉄製のものを選んでます。でなるべくコンパクトにしたいということで、このあたりの取っ手とかもですね、外したりすることができるようにしてもらいました。そしてやっぱね大事なのがサイズだと思うんですけども、サイズはね23センチとなってます。いろんな、ね、鍋とかを見た結果なんですけども、おそらく23センチこれぐらいが多分一番使いやすくて、これ以上になってしまうと片手で持つのが、ね、結構しんどいという感じになるのかなと思います。まあ、これも、ね、ある程度重さはあるんですよ。やっぱり鉄製なのである程度の重さはあるんですが、一番使いやすいサイズでこのサイズにしたと思っていただければなと思います。で最初にお見せしたようにですね、こういった感じでアウトドア用途ということで収納袋もついてます。でこの鍋に関しては特にシーズニングとかは必要ないんですけども、洗剤とか使わないんで、どうしてもねこの中が油ぎっしゅというか、油っぽい感じになっちゃうんですが、まあ、この蓋もあってこの収納袋もあるということで、まあ、そんなにですね、周りを汚すという心配はしなくていいんじゃないかなと思います。まあ、この中にですねこの持ち手が入りますよね。でまだね結構余裕があったりするんですよ。23センチありますからね。なので僕がねちょっとおすすめしたい、組み合わせというかこの中に入れられるものとして、まず最初にですね100均の鍋敷きを入れて、でこれがね蒸し器ですね、100均の蒸し器で、これを入れて、この持ち手ですね、持ち手を入れた後にさらにちょっとこのちっちゃいやつなんですけども、ささら、鍋を洗うときはですね洗剤を使わずに洗うようになるんですけども、まあ、こういったたわしとかね、こういったささらとかで、水もしくはお湯をかけながらこうザーッと汚れだけを落とすような感じになります。まあ、そういった感じでですね、洗剤を使わずに洗うので、汚れは落ちるんだけど油っぽさはやっぱり残ります。まあ、油っぽさが残るというか、だからこそ錆びない、中華鍋が出来上がります。なので中華鍋っていうとですねやっぱり育てるものだと思います。
この中華鍋も同じように使いながらですね、育てていく楽しみがある中華鍋となっております。ということで、このササラ入れてみますね。ササラ入れても蓋は閉まると。まあ、この中に何を入れるかっていうのは、使う人の、まあ、自由というか、やりたいことに応じて変わってくるのかなと思うんですが、まあ、このセットがあればね、結構いろんな料理できると思います。この蒸し器ですね、蒸し器があればこの下に水を張ってですね、蓋をして、蒸し物もできます。蓋をして上と下から炭で火を当ててあげればダッチオーブンみたいなこともできますし、この下にですね、例えば、アルミホイルを敷いてウッドチップとか置いて、ここに食材を置いて、まあ、ちょっと蓋開けながらシングルバーナーとかでですね、下から火を当ててあげれば、燻製みたいなこともできます。まあ、やっぱりね、一番の特徴はこの蓋だと思います。蓋があるので、今までの中華料理ではできなかった料理ができるようになっていると。でさらに持ち手もですね、取り外し式になってますので、アウトドア用途としてもかなり使える品となってます。でこのね、中華鍋を使った料理のコツなんですけども、一番のコツはね、とにかく熱するってこと。まあ、シングルバーナーでも焚き火でもいいんですが、ゴーゴーと熱するとですね、この表面から煙がバーッと出てきます。白い煙が出てきて、でその白い煙がしっかり出てるというのが、この鍋がね、しっかり温まった合図になりますので、そこで初めて油を入れていただいて、この鍋肌にですね、こう鍋を揺らしながらまんべんなく油をなじませるという感じになります。でそこで初めて食材入れて、ようやくその焦げにくい料理ができますので、毎回しっかり温めるということはね、確実にやっていただきたいなと思います。でないとね、絶対くっつきますからね、その辺は気をつけていただきたいなと思います。炒め物だけではなく、蓋を利用しての煮物料理、水を張った上に蒸し器を置いて蓋を使った蒸し料理、さらにアルミホイルとウッドチップを引いて、こちらも蓋を使って燻製を作ることもできます。さらにこの中華鍋の面白いところとして、蓋が鉄製なので炭を置いてダッチオーブンのような使い方をすることもできます。油をたくさん注げば唐揚げやフライドポテトなどの揚げ物もできますし、熱伝導率のいい鉄だからこそお米を炊くのもお手の物です。このようにいろいろな使い方ができるアウトドア中華鍋、画期的な蓋付きで発売中です。キャンプでのご飯がもっと楽しくなること間違いなしなので、ぜひ一度使ってみてください。それでは